新機能のチケットまとめて使用機能に小技とバグを見つけた。まずは小技からだ。スキルまでないつもにプラスボタンを押し続けるとスキルままで加速できる。次はレベルチケットまとめて使用機能限定のバグだ。詳しい発生条件は不明だが、ウプ主の場合レベル12の 38% のウサプーにレベチケを1枚使おうとするとパーセント表示がバグった。特に実害はないが、新機能にはバグが多いから使うときは慎重にな。なんでウプ主がこんなに好きチケ持ってるかはこの動画を見てくれ。この動画の説明欄にもリンクを貼っておくぜ。それじゃまたなー。